一条とは、筆頭の苦行を意味する一の情景を略した語で、通常は、左大臣のことを指した。天皇の主婦である、大乗大臣と天皇の代理である、摂政関白を除いた苦行の中で、最高の地位にある大臣がこれを務めた。すなわち、通常は、左大臣が務めるが、もし左大臣が欠員もしくは一条の資格がない、摂政関白を兼ねる場合には、 右大臣が、それも、不可能な場合には内大臣が認じられることになっていた。ごく稀に、大納言が務めた例もある。一条は、蔵人別当を兼務して蔵人等以下の蔵人を、指揮し、恩明両別当が置かれた場合にはこれも兼務した。一条任命の際には、一条戦時と呼ばれる直線が出されるのが通例だったが、一条の左大臣が、 摂政官関白に就任することで一条を退く場合には自ら後継の一条を指名する場合もあった。得意な例として左大臣、藤原道長が摂政就任によって一条を退く際に当面の間は大臣以下大名号以上の7人の苦行のうちその日最も早く出勤した者がその日の一条職務を行うこととしたことがあったが、これは右大臣、 藤原健康と内大臣、藤原金正が高齢で、老いぼれの気があることを同庁が危惧したための対策だった。旧案三年には、左右両大臣の不在によって一条となった弱敗の内大臣、藤原頼長が、大いに政務の再考を図って、兄の拙将、藤原忠道を圧倒している。ありがとうございます。